こんばんは、クリーピーナッツのアルシェです。 DJ 松永です。2023年3月6日月曜日、この時間は我々クリーピーナッツがお送りしてまいります。お願いします。お願いします、今はどこもかしくも花粉症の話ですね。そうやな、話題の時期で、どのラジオでも花粉症の話か。全部のラジオのパーソナリティがね。そっか、全タレントが花粉症。花粉症か。花粉症っす。花粉症じゃないタレントはどうかある？ないないない。いないっすよね。みんななんか、ぐずぐずやってるような気する。くちゅんくちゅん行くな。くちゅんくちゅん言ってるような気するよ。それで人前に立って喋るし、喋ったり歌ったりするわけだろ。大変やで。ストイックすぎるって。なんか、東京都内では予測最大値の 5%? 花粉症まだ 5% ってこと？今が？結構みんなくちゅんくちゅんやってるよ。うん。まだ 5% しか出してないの？あいつら今全パーソナリティが花粉症の話してんだけど。今 5% なの？花粉症の本気的には 5% しかまだ出してない。あ、残り 95% ある。これが出たらどうなんのか、どうなんっていう。これもう、左利きやのに、今まで右でやってたみたいな。うん、俺ほんまは左利きやねんなっていう、花粉症まだ。うわ、まだ、絶望、まだ利き手使ってない、花粉症が。絶望、ちょっと待ってくれ。利き手と逆でボコボコになってるんだ、こっち。そう、俺らボコボコにされてるけど、まだ利き手も使ってないし、もう全手首足首に重りつけてる。50キロの。それでこれ？そう。全然。100% になったらどうなるの？どうする？100% になったらみんな働かなくていいんじゃない？そうやんな。ほんで、まだ 5% ってことは、その、花粉症的には、まだ技は使ってない。まだ素手のみ。武器も技も使ってない。技、そう、技なし？基礎的な身体能力、というか反射でしかまだやってない。花粉症は。くそ怖い。100% になったら空気とか色変わんない。真っ黄色、日本中。真っ黄色になるよね。真っ黄色、目に見える、ちゃんと。目見えるよな。マジで災害レベルなんじゃない？いや、もう危ない。今年マジどうなんの？じゃあ、いつが 100% なのか教えてくれよ、準備するから。いや、怖え。俺その日絶対言えるよ。いや、家おろうが、だって。いや。100の花粉症なんか、全隙間からよ。そんなもん。いや、本当だよな。全隙間、全物体にこびりついてくる。水も黄色やで。いや、頼むわ、水。水にも溶けるよ。いや、それは水道局頼むよ。それは。杉オブザデッド。もう、いや、もう地球上全員花粉症。杉でオブザデッド。わ、怖っ。めっちゃ怖いよ。怖っ。え、でも松永さん、あれちゃん、鼻の中、もう改造済みやから。いや、そうなんですよ。いけんちゃん、無敵ちゃん。今まだ来てないやろ、だって。いや、全然来てない。その、ちょっとその傷口がまだ完全にあれだから、そのかさぶたが取ってたり鼻水が出るんだけど、その花粉症的な症状はもう全くないね。くしゃみとかも一回もしてないし。だって去年、いや、だから唯一人間で生き残れんの松永さんの可能性あるね。去年まではボコボコにされてたけど、俺と岸田首相だろ、今年生きる。岸田首相、俺と同じ種でした。岸田首相、そうだ、そうだ、岸田首相と俺、うわ、のみ生き残る。近い、首相と松永だけ生き残るの、日本。うん、俺内閣入ると思う。おい、終わりやんけ。終わりやんけ、日本。二人、国民二人。二人でも、じゃあ、松永さん官房長官になるってことぐらいの。まあ、そうだ、なるよね。マジかよ。うん、どうなんねん。うん。二人、楽しみだな。二人内閣。だから記者会見とかすごいすると思う。近いよ。でも 5% 相手に、だから、いや、そうよ、松永さんも首相も 5% の花粉相手に鼻改造っていう技使ってもうてるからな。うわ、だから 95% 出した時にのあいつの足元に及ぶかはちょっと分からへんな。残り 95% が出た時に、今テクノロジー的に鼻改造が今マックスだからね、人類の。そうやろ、そのマックスで今 5% をなんとか抑えれてる状態。だから花粉症ってマスクとかマジ意味ないよな。だからこれが、そうよ。だからこれが。マスクなんかしたところで、家にいようが、しかも、薬も飲もうがね。マジね。効かないっすよね。だから人類の英知を結集して到達できたのが、あいつの 5% 程度を抑えるレベル。そこがやっと。マジか。マジかよ。マジ人類の敵、花粉なの。いや、もうやばいよ。花粉やば。小池知事ってなんか前マニフェストに花粉ゼロ掲げてませんでしたっけ？マジか。でもそれで全力を出した結果、ああ、
まだ 5%。頼むよ、マジで。5%に対抗するまでしかできてない。いや、マジで。俺、花粉ゼロって書いた時、できるのって。嬉しかったけど、できるのと思って。だから、5% に抑えてんじゃない。あ、もしかしたらその、小池さんの頑張りで今5に、うん、なってるってこと？抑えてる可能性はある。結界張ってんねん。だから小池知事が。結界張ってんの？東京中に。なんか確か千代田区が 5% なんですよね。だからその、で千代田区ここら辺のその、うん、日本の中枢になってる地区ら辺にとりあえず、小池首相が結界で帳を下ろして、それでなんとか、ね、小池知事が、だから東京タワースカイツリーとか、だからそういう、東京タワースカイツリー、雷門とかそこら辺、なんかこう、多分上から見たら六芒星みたいな感じ。そこに、小池知事が結界で止まり下ろして、花粉が来ないように、で、そこで 5% に抑えれてんのかも。うわー。それ、その結界が解け、だから、知事に何かあって、結界が解けた瞬間、東京終わり。やばいやばい。東京崩壊。いや、これは、ずっと知事やってもらわないとな。いや、そう、だから各、なんや、その、都道府県のその偉いさんはやっぱある程度その結界張れるようには、訓練は受けてんじゃない？そうか。そう。結界、張れないような人がさ、むしろ立候補した日の大変だ、当選した日の大変だよね。そう。無理。だから、そこもちゃんと見ておかないといけない、ね。京都は強いと思う、多分。え京都は多分ね、ガチ結界も張れるから、京都は多分安倍の生命直、しっかり末裔というか、ちゃんと陰陽師。ちゃんと陰陽師の、本物。しっかり陰陽師の末裔が多分今、やってんちゃうかな、その結界を。じゃあ京都もだいぶ花粉、抑えれてるはずやけどな、京都と、東京は多分なるべく抑えれるようにして。沖縄もないよね。沖縄って全然、さあ、沖縄は多分その、やっぱユタっておるやんか、沖縄のユタ。それは結構。杉が生えてないんじゃなくて、あ、ユタなの？ユタの力。ユタの、そうそう、本土の方は、まあ、イタコとか、陰陽師とか、いろんなシャーマンがおるけど、沖縄はまたちょっと別の結界の張り方してるから、あれ、ユタのおかげだったんだ。ユタの力やと思うな。俺、ずっとお前さ、俺、春でも本当に沖縄行くとやっぱり花粉ねえからいいなとか思ってたけど、うん、あれ、ユタのおかげやと思うな。またちょっと別の結界のあれがしてるような。別の結界か。気はするな。もうユタって何なの？ユタは、その沖縄の、ユタシャーマンというか、そういう。霊媒師的な。そうそう、そういう役割を担って、占いとかそういう役割を担ってる人で。なるほど。そう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 。やっぱ、レアなの？やっぱ結局、頼る、その一番信頼できるというか、頼れるという。まあ、最終スピリチュアルかなってところもあるし。最終スピリチュアルだよね。ってなってくると、やっぱ、出雲とか伊勢の出方が気になるよな。そこはどうなってんのか。確かに。どっちでしたっけ？出雲が、神が集まるところですよね、出雲。出雲はあそこだ。何県でしたっけ、島根県。出雲大社。で、伊勢が三重県ね。三重県。伊勢はアマテラスっていう、こうやって太陽でしたっけ、太陽の神かな、アマテラス。そこもすごいんじゃない。だから、だって、京都、東京、沖縄は、その、神の力を借りた人間が神様を下ろして、この結界で花粉を防いでるけど、出雲は、もう直神その、神が直接守ってんの。神が直接守ってんのが多分出雲やと思うねんな、花粉から。うわ、出雲って島根？そうそう、島根県。確かに、俺島根、行ってないから分かんないけど、うん、俺、島根でライブしたことないよね。ないねん。そっか。だから俺知らないだけで、あそこ花粉ないのか。ないんちゃうかな。花粉ないのか。じゃ、小池知事はシャーマンなの？まあ、あんま大きい声で言われんけど、あんま大きい声で言われんけど、あ、ごめん。まあでも、見たらわかるやん。確かに。確かに。見たらわかるやん。いや、あれはもう、そうだね。うん、確かになんか、その、普通の人間を超えた力持つそうだもんね。うん、それは人知を超えた力を持ってる。あるよね。確かに、シャーマンか。で、伊勢がアマテラスやから、アマテラスは一人なかな。伊勢にはそのアマテラスが、一人ボンと追って。まあ、俺もよく詳しいことは分からんけど、アマテラスって多分特大神様っすよね。ああ、そうだね。ビッグ神様だよ。なんか俺聞いた話によると、伊勢神宮
伊勢神宮、なんかお伊勢さんって言われてる神社あるやんか、うん、あそこってなんかおみくじないんすよね。あ、そうなんらしいんすよ。で、あの、いろんな神社にもおみくじあるやん。で、そこで、なんか、いろいろ占うやんか。うん、でも、なんで伊勢に、おみくじがないかっていうのをちょっと聞いたんですよ、行った人に。うん、そしたら、解釈としては、その、天照がおると、うん。で、伊勢神宮に来た時点で、うん、お前ら全員大吉やから、占う必要ないっていう。やっめっちゃかっこよくない？やばバリかっこいいよな。いや、ボスボスマジでボス神の中の神。ええー、めっちゃ強い。神強いのか。マジで？そういう。え、じゃあもう、三重県全体大吉。そう、もう、北、三重県の時点で、最強。最強。もう、大吉、秀吉なんか花粉、うんうん。そんな。こうなんね。聞くわけない。口も口も、春に言うわけない。大吉秀吉。ないラッキーなんだ。そのラッキー、もう、え、おみくじ？え、いる？お前だって俺んとこ来てんねんで、うん、っていうスタンス。もうそ俺んとこ巻いた時点で、お前も大吉に決まってるやん。占う必要ないって。かっこいい。かっこいいよな。もう知らない間でお会計済ませてもらってるみたいな。あかっけえ先輩じゃん。かっけえ先輩なんだよな。かっこいい。ママテラスさん。受けてるよな。うわ、なん、そう。うわ。だからまあ、家行きたいな。花粉今悩んでる人は、東京、まあ、千代田区か、京都か、沖縄か、まあ、島根か、三重。うん。そこに避難するというか。まあ、諸説あるからな。諸説ありますけど。え？どうしても花粉きつい人は一回それ試してみてください。諸説の中にこれがあんの？これ一個含まれてんの？今のやつが。嘘？嘘でしょ？ちょっと花粉はあれやけど、痛風はなんとかなる神様だからなんのかな。え、痛風来てんの？来た。武道館初日に来た。バッチすごいな。え、痛風爆発 しながらやってたの？やってた。爆発してた。めちゃくちゃかっこいい。風呂掘りの初日の朝起きて、うん、なんかおかしいなと思ったけど、布団から、その、地面に足つけた瞬間にもう、ビーンって来て、あー、今日来る。マジ？今日来ますか。え、なんかしばらく来てなかったよね。いや、ね、実は、うん、何週間か前に来たんよ。それこそ、先週このラジオで話した、うん、その松永さんがわわーのツイートした日、うん、あの日の、もさらに前か、うん、その、大阪で梅田サイファーとアリで対バンライブした日に実は出てて、うん、で、そっから抑え込みつつ、うん、で、またその、先週話した時、うん、その大阪何ワンフェスで大阪行ってる時にも出てて、うん、えで、また大阪ずっと痛風中だったのあの時。そうなんよ。でずっと俺は結界で抑え込んでたんよ。結界腫れんの？まあ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 ちょっとだけ自分だけな自分にだけな。うん。あな、まあ、その結界で何度か痛風抑えてて。結界腫れるじゃん。そう抑えててんけどな。ほんでそのここ何日かさその。フルホリの、通し稽古とか、うんうん、結構あったやんか。その、で、もう稽古の毎日で通し稽古で、で、他のイベントとかもあって、結構バタバタ忙しくて、うん、それこそ、その、めっちゃ水も飲むし、うん、その、トイレも行くし、で、排出して、うん、結構その、痛みなくなってきてたんよ。その、先々週、先週と経て。うん、で、もうどんどんもう足はほぼ無敵になってきてたんやけど、よかったね。ただ、やっぱこれ、痛風のむずいのが、うん体の中にある、その尿酸値が、その体の容量の基準を超えると、結晶とかして神経に刺さって痛くなるのが痛風。あ、そうな、あ、結晶ね、結晶、トゲトゲの結晶になって神経に刺さるから痛い。なんか、痛そう、ちょっと、痛そう。ただ、その、忙しさの中で汗とか水とかで出すことによって、尿酸値が下がって痛みはなくなっていく、結晶がなくなって。で、順調になってたんやけど、ここ何日かの稽古で順調にその痛みはなくなって完璧な体にもうなってたんやけど、逆に、その忙しさで、あんま飯食うタイミングなく、健康になって痩せたんよ、俺この何週間で。でも痩せるとどうなるかというと、痩せると体の容量が小さくなるから、小さくなったその尿酸値の値でも、前の体の基準から、その器が小さくなってるから、その許容量としては、そうそうそう。もう相対的に。そうや。だから、痛風ってむずいのが、健康になろうと思って、痩せたり、急激に痩せたり、運動したりすると、また出る可能性がある。マジで、
その、なんていうの、呪力量、その、呪力の総量が、やっぱりその、減っちゃったから、俺の、それ俺のその、痛風という呪いを、その、抑え込むためだよ。その、あ、病気や、あ、呪い？あれ呪い。そうそう、MP みたいな。その、痛風という呪いを体に封じ込める。何か、呪いってその、何かに行くの？器が、何かに行くの？何かに来るぞ。何かじゃ無理だよ。何かじゃ無理だよ。呪いは。呪いは。そうそう。だから逆にその、健康的になって、痛みも減ったが、健康的に痩せたことにより器が小さくなって、容量がバンってその、体の中に溜め込む尿酸値の総量がパッて上がったことによって、本番当日の朝に出てしまったという。マジで？マジかよって。当日の朝よ。ね。面白いことしてくれんじゃないか。だから俺もその、めちゃくちゃ、いやだから俺も、その、かっこいいじゃん。起きて、バッて地面ついて、ビキンって走った時に、なんか、おおみたいな、面白くなってきたじゃないか。なんでその余裕なんだよ。本番当日、しかも超朝早い。こっから通し稽古もあって、本番もあるという武道館で、やったことのないことに挑戦する時に、痛風大爆発、そう来なくっちゃやん。主人公。これでこそっしょ。マジで。これでこそっしょ。うわ、とよりによってがマジダメだって。全然。なんか、粋な演出ありがとうな。痛風さんよ。痛風さんよ。ありがとう。ドラマ一個乗っけてくれてるから。めっちゃかっこよ。そんなストーリー一個乗っけながらやってたわけ。一個乗っけてくれてんじゃん。マジで。粋によ。古いよ、風呂掘りの話よ。ごめん。その、俺の体だとね、そう、風呂掘りね。そうですね。東京ゼロさん、フロリッカホリック、フューチャリングクリーピーナッツ、イン日本武道館、なんとくくっていいかまだわからないがね、昨日、一昨日とやらせていただきましたね。はい、ありがとうございました。いや、ありがとうございました。非常にね、評判良かったみたいでね。本当ですね。いろんなお言葉いただきます。ありがたいですね。ありがたいな。だから、結構その、ね、準備とかも、結構長らくやったから、まあ、その、あ、やったみたいな達成感とかね、終わったっていう感じね、ありますけど、うん、ね、ラジオはね、まだ残り1ヶ月ありますから。1ヶ月あります。あと4、あと4回は。そうやね。どうする？なんか、番組の集大成ってことにする？いや、おととい、昨日を。一旦。いや、うん。俺もそれがいいと思う。そうやんな。うん。ちょっとご提案ではあるんですが、うん、皆さん。一番なんか、こっちとしては好都合だよね。そう、なんかその、助かるというか。イベントの起こりとしては、うん、始まりとしては実際この番組の5年の歴史とか関係なく、うん、その、大倉さんが、そのね、その、昔から抱いてた夢と、その、武道館の俺らライブを見てくれたことによって、なんかこう、やりたいってなったことなんですが、うん、だから、ラジオまた関係ないね。ラジオ関係なく。大倉さんと、俺らの普通の音楽ライブの武道館を見てる。そう、ね。全くラジオとは関係ない。全くラジオとは関係ないんやけど、なんか、結構集大成みたいに思ってくれてる、ね。リスナーも多いみたい。おととい昨日と見てくれて。見て、だからすごい助かるなと思ってるのを見てて、そういう感想。ああ。じゃあもう。すごい、なんか、うん。で、使わない手はないな。じゃあもうそういうことに、しちゃいませんっていう、うん、みんなで。うん。それが一番いいよ。なんか、まあ、ちょうど、なんかたまたまその、いろんなことが重なり、うん、それこそね、見た人はわかると思うけど、なんかね、そのコントの内容やったりとか、うん、その途中で挟まれる佐久間さんと松永さんとのパートとかも含め、うん、なんかそういう感じになってたから、いやーラッキーだよね。うん、だからなんか助かるよね。これからなんか最初からそのつもりで、うん、そうしたみたいなことにしてもいいのかもしれない。うん、まずだからそれがいいと思うの俺も、うん、それが一番なんかちゃんとこの番組が最後にこうああいう、まあ、武道館、まあ、俺らがやらせてもらって。03って。03さん。なんか手柄を横取り。まあ、俺らの、なんか、いつもの仲間たちというか、みたいな感じで、そう。そうだね。横取りは。そう。だから、まあ、俺らの、まあ、キモイベの到達点みたいな。なんか、最後に、まあ、3月末で終わるから、まあ、3月中にやろうっていう。うん、で、まあ、俺と R でちょっと勝手言わせてもらって、なんか誰、
まあ、いつも仲いい、まあ、ゼロ三、まあ、フューチャリングゼロ、東京ゼロ三で。逆に。よくないね。で、まあ、あといつも、いつも俺はすごい仲のいいね。あの、桜さんとか、うん、モンさんとか呼んで。桜さん初やったな。リスナー、みんなが、まあ、この番組ゆかりのやって。そうっすね、俺ね、なんかやって、そうそう。で、まあ、まあ、大倉さんにね、まあ、俺らが全部こう、やりたいってやつも、まあ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 、まあ、もう文字起こししてもらったんだけど。お前よ。えぐいな。お前、えぐいな。えぐいな。えぐいな。文字で起こすんだ。そこまで行く。そうそう。だから、まあ、文字起こしがかりというか。おー、やばやばこいつ。やってもらって。まあまあまあ、だから、ね、まあ、だからまあ、結構だから、そうそう。だからまあ、まあ、単純になんか、俺たちのやりたいことをなんか、なんかすごいみんな、情熱で結構なんか、大倉さんとゼロ三さんの、いろいろ勝手に人が集まってくれてね。違う違う。いや、俺こんな人たちになんかラジオさせてもらってたんだなっていうね。すごい。そうだ、オールナイト日本の5年ってすごいんだよって思った。あ、お前がそこまで自分のものにすると思ってなかった。いや、軽い提案やったけど、ごめんごめん。本当に良かったよな。すごいね。お前なあな、すぐ物にできんねん。まあ、うん。まあでも確かにな。そうか。そうなんだ。そっちの方がいいのか。いや、すごい、うん、そうそう。まあなぜならここだけの話な。この番組最終回に向けて何もやる予定ないから。うん。なんか。決めてないからね。そう、何もやる予定ないから。うん、まあその、フロリッカホリックを持って、うん、その、このクリーピーナッツのオールナイトニッポンの、卒業制作。そうそうそう。と、させていただくのが、全員が納得の形なのか。になる。し、なんかやっぱり俺らもなんかこう、助かるというか。だからこの番組は、ね、このクリーピーナッツのオールナイトニッポンは全く関与してないが、この番組から生まれたイベントみたいな顔をしていくっていうのは、一つ、作戦ではあるか。うんうん、で、もうそれで、もうそれ、もうやろうと思ってるし。そうか。いや、そうで、さっきの松田さんの言った構成でいいのか。クリーピーナッツのオールナイトニッポンプレゼンツ、うん、クリーピーナッツフューチャリング、東京ゼロ三、東京ゼロ三、フロリックホリックなんとか食っていいか、まだわからない。まだわからない。で、ゲスト、いつものお友達。で、文字起こし大倉、うん。うん。で、ザ・ライブ2023。そう、ザ・ライブ2023。本当にするか。ザ・ライブ2023。DVD も出してえな。なんか。え、ちょっと待って、この番組名義で行こうとしてるの？そうだよ。やば。なんか、この間。金まで行こうとしてるやん。なんか、この間、2022の DVD 出したじゃないですか。うん。出したいっすね、DVD。2023。うん。グイーンコードで、クリーピーナッツのザ・ライブ2023。すごいか、あ、もう名前を買ってる。フューチャリング東京ゼロ。名前を買ってる。まあな。すごい、あれ、国際フォーラム A でしょ。この辺の10月10月っすよね。去年10月フォーラムで、うん、まだ半年も経ってないのに、どっか 2days 埋めちゃってるからね。クリーピーナッツのオールナイトニッポンの番組イベントで。だいぶ、やっぱすごい。ちょっと、めっちゃ横取るやん。一番セリフなかったやつ。お前、今の一字一句、たがわず、大倉さんとか、飯塚さんの目見て言える言えるかな本当に、嘘です。嘘です。あと待って、あとご提案。ご提案、ね。ご提案っていうか、ご提案、なんか、ジョークね。うん、みたいな、なんか、こと言っちゃったりして。手な感じの。手で調子で。ジャストアイデア。ジャストアイデア。その、うん、もちろん、大倉さんとゼロ三さんの夢の実現でもあり、大倉さんとゼロ三さんの、その、窮地の中の人たちということもあるが、その、裏面、B 面、うん、B 面ね。B 面的な側面で。別解釈。そう、別解釈。うん、だと、その、スピンオフ。スピンオフ。エピソードゼロ。アナザーストーリー。アナザーストーリーだと、まあ、クリーピーナッツの。クリーピーナッツの、その、卒業公演、ザ・ライブ2023という側面も、側面。あるよね、という。ね、うん、本当、俺たちが好き勝手、そう、人も。俺らが、いつものメンツ、そう、集めて、最後武道館で、そう。打ち上げ、やれ、なんか、買ってやらせてもらいました。そうそうそう、本当そう。
勝手だと思います、うん、それにリスナー巻き込ませてもらっちゃいましたみたいな、うん、最後にバカやってますすいませんすいませんみたいなもう番組にゲストに来た人たちを全員呼ぶみたいなことでしたね本当ゆかりのメンツをみたいなみたいな何かな打ち上げ友達と遊んでるだけみたいな何かな何かな申し訳ないあれであんなねあれでみんなこの前ちょっとめっちゃ大変やったから、全然遊んでるだけに思われて。めっちゃ大変や。いや、でも、本当だ、まあ、ただやっぱね、楽しさ的にはちょっと正直ね、その感じあったよな。めっちゃ楽しかったよな。そうだね。やばかったな。じゃあね、なんかその側面になったのは、そのなんか多分、俺らのこのラジオの感じと重ねてしまうのはですね、見た方はわかると思うんですけどね、その、ね、その終盤そのなんか結構ねある演出があるんですけど、そこでちょっとね佐久間さんがその熱いやつをね掘り込んできたからね。確かにね。確かに。しかもね、もう俺たちがラジオやめるって言ってて、うん、でタイミングで、まあ、佐久間さんがラジオしてたからあれだけど、もう急ピッチで台本を急激に急ピッチで台本をこう、そうね、方向修正しないといけなくなったみたいな、そういうのもあったしね。そういうのも入ってたもん。まあでも確かにあそこの流れは結構ね、見た人はわかると思いますけどね。その、まあね、シチュエーションがシチュエーションなだけにね、まあコントの中身とはいえ、うん、その、佐久間さんと松永さんと俺がブースにおって、みたいな感じもあったしね、そこでね、結構その、まあちょっとその話、ちょっと後ほどゆっくりしますか。そうですね。ちょっとこれ長くなりそうな感じする。後ほどさせてもらいます。うん、じゃあそれでは始めていきましょう。クリーピーナッツのオールナイトニッポン。改めまして、こんばんは、クリーピーナッツのアルシェです。DJ 松永です。この時間は我々クリーピーナッツがお送りしてまいります。お願いします。ね、オープニングでもちょっとお話しさせてもらって、まあ、この後もゆっくり話しますが、はい、東京03フロリッカホリック、フューチャリングクリーピーナッツイン日本武道館、なんと食っていいかまだわからない、こちら配信チケットのアーカイブ期間は3月26日、日曜日の23時59分まで、たっぷりありますので、まだ見てない方も会場にいらっしゃった方も、ぜひアーカイブ配信でお楽しみください。これは見てほしい皆さんに、ぜひね。イベント公式グッズも引き続き注文受付中、詳しくはフロリッカホリックの公式ホームページをご確認ください。ラジオネーム4ドル、うん、先週この番組の終わらせ方を考えていなかったと2人が言っていたので、うん、ふさわしい最終回の形を考えてみました、うんうん、やはりゴルフの形式を一部拝借するというのがこの番組らしい終わらせ方だと思います。そこで最終回はパーティーを開いてみてはどうでしょうか。二人のトークはこれまでホールインワンだと言えるものがたくさんあります。ゴルフの場合、うん、ホールインワンを達成した人が自ら祝賀パーティーを開くのが当たり前で、うん、食事代、お酒代、飲食費、会場費用を負担します。なのでこれまでお世話になった人をブースの外に呼びましょう。そしてパーティーは2人がお金を出して開催してください。いやいやいや、ゴルフに寄り添った番組が終わるのは非常に悲しいですが、華やかなパーティーになることを期待しています。違う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 、まあ、ゴルフ番組としてね。だから いつまでゴルフを今回は、いやな、だからな、この程度のアイディアしか集まらんから、おととい昨日のあの壮大な天才大倉という人の脳みそのアイデアをパクりたくもなるわけですよ。これうちのではこの程度のあれしかない。スタッフもやぞこんなメールを通してしまうガバガバの皆さんもこの程度のなあれしか俺らの脳じゃ浮かばんわけよ。だからそっか、二人通してこのそりゃ人のメールがブースに入ってくることうちはどうかしてるもんね。そりゃ別の人のアイデアは丸パクリしたくなりますわ。でもね、そうや、先週そうや、あのいろんな番組の最終回どんなんやったか、はい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 、ちょっとアイデアにしたいから送ってくださいって言った。いや、そう、読んでなかった。読んでなかったやん。うん、え、これ先週かな？これ先週来てたやつ？ん？改めて、じゃあ、ちょっと、もう一回こう、今週もそのテーマにする？どんだけ教えてほしいんだよ。じゃあ生放送ですよ、ね、メール募集しましょう。ね、メールは。
メールあの、どんな最終回にしたらいいか、そのとか他の番組の最終回をちょっとその参考までに、よくこれ、送ってください。受付メールアドレスはクリッピーのシーン、夏の絵のとてシーンのアトマコロナテリンポンドットコム、シーンのアトマコロナテリンポンドットコム、番組聞いての感想、我々の質問何でもいいので送ってください。クリティカルが出たら松永の不要品をプレゼントします。ちょ、まだ残ってんの？ということで、クリッピーナッツとオールナイトリポン、ぜひ最後までお付き合いください。何のために持ってきたの？クリーピーナッツのオールナイトニッポン。この番組は太陽生命、山陽火星、ワンカップ大関、栗本鉄工所、商船三井フェリー、日本外資以上各社の協賛で、東京中楽有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。はい、曲聴いてください。 DJ クワイト&長寿でランランララ。クリーピーナッツのアルシェです。 DJ 松永です。ラジオネーム、スイートシリソース、うん、花粉ですが、北海道には杉の木がほとんどないため、杉花粉が、道南一部地域を除いて飛散しないと言われています。つまり道南にある五稜郭が本州からの花粉を防いでいると言えるでしょう。なるほど、うん、そっかそっか、そういうことか。あの、ごぼう線みたいになってる五稜郭か、あの函館にある、 あれかあれが本州からの花粉を、やっぱ結界が、そうね、もう見るからに、今画像検索したら見るからにわかる、もうわかるわかる、見たらわかる、見たらわかる感じやな。もうこ、あのほら、これこれやから、もう完全にこれは防ぐやろ。あ、そうや、これは防ぐ、防いでるな、これは防ぐよ。あ、防いでるな。で、江戸幕府が作ったっていうから、もう完全にそうやな、江戸時代に江戸幕府が函館に作ったやから、もうその時代からの結界や。あ、すごいな、やっぱ先人たちがすごいね。昔はそうやって日本守ってきたんやろな。結界でね、結界でね、花粉から日本を守る。そのためにやっぱ陰陽師もな、できたってやっぱ言われてるから。そうか、やっぱ土地土地に、で、うん、沖縄に言うたら、そうそうそう、各土地にその花粉から守る。え、だってあれっしょ、その呪術廻戦ってそういう話っすよね。俺読んでないから分かんないけど。あ、そうなんだ。多分呪術廻戦ってそう、花粉と戦う話というか、いかに杉花粉、その山から来る花粉から、いかに呪いで防、その呪いと戦う、対抗するために呪いで防ぐかみたいなのが今日本で大ヒット中の漫画、ね、漫画ですよね、多分。世界でもね。そう、世界でも、海外でも、だからみんな、そういうことだから、やっぱ、え、で、五条悟ってあの、作中最強キャラが明確してんのはもう、それですよね。花粉から目を守るための。だから明確してるんですよね。その、そっか、そうそうそう、すぐ目かゆくなっちゃう。そうそうそう、目かゆくなっちゃうから、もう目隠しして花粉と戦う。確かそうやったと思う。え、あれ、時代設定は？時代設定は現代。あ、現代やねんけど、現代。明確して、そう。布で。布で。布で。布が一番いい。特殊な呪いを、あの、あれをつけた布よ。目マスクみたいな。そう、目マスク。それで多分、あの、まず目に来る花粉を防いでるっていう。あとなんかその、犬巻でしたっけ？犬巻。あの、その、この、呪言師の。呪言師。あれもなんかこう、ちょっと口隠してるから、あれも多分その、マスク代わりという。え、口、何が隠してんの？あれはやっぱ、そう、口と鼻をこう、なんかこう、なんていうの？服の、服のあれ、首の、首の、そうそうそう、あれで隠してるから、多分それも、花粉から鼻と口を守る。マスク忘れた人じゃん。思うんやけどな。ラジオネーム、混ぜそばは混ぜるな。これって、4月22日の日比谷野音が一番キモいよな。風呂掘りがラストじゃないんだぜ。あんなに豪華なことしといて。うわぁ、キモい。そうね。キモい。そうね。一番意味わからん。わかんない。よなドタタタタタってなってるのが伝わるよね。本当に。ご迷惑のおかけ具合が伝わるから。伝わるよね。俺らがいかに急遽やめるって言い出したかどうか伝わるよな。そうね。いやー、そうなんですよね。確かにキモいですね。これは確かにキモいタイミングですね。うん。でも、盛り上げますよ、これは。ああ、そうですね。リビアはバチコーンと。バチコーン行きますよ。これは、ガチラストですからね。うん。ガチラスト。これ塗るって終わりだよな。それはもう。これはさすがに締めないと。バチンって決めてね。うん。ちょっとさすがに頑張るじゃないですか。あ、最終回のご提案。ラジオネームピコン。サンプラザ中野のオールナイトニッポンの最終回では、日本放送に200人のリスナーが集まり、
そのリスナーのためにテラスからライブを行ったそうなんですが、隣接する丸の内警察署から留置所にいる者が眠れないなどの苦情が来たためライブは中止になったみたいですいやーすごいな、すげえ留置所の人のご迷惑なんだって言って、やばいな、うわ留置所に迷惑かけたことねないな留置所に迷惑かけるってなかなかない、かけたことね、すげえ、いやこれある意味伝説ですね、うん、伝説っすね、すごライブだってまあ迷惑かけた人が行くところやもんね留置所ってねその人たちの迷惑になるからやめてくださいっていう、それは別件なんだけど、ね、そうそれはまた別なんで、それはまたそれとそれとは別なんでって、すごいですね、すごい、これは伝説やな、ちゃんと最終かな、全然もかまないよ、思うかねえな、ライブ、いやでもどこでやるんすか俺らの場合、そう1時3時1時から3時、いやさペニーシュラ、あ、そうですよね。ペニシュラに怒られるっすよね。いや、ペニシュラの怒りのリスクでペニシュラの怒りやばいっしょ。ペニシュラの怒りやばい。ペニシュラが切れた時俺らどうなるんすか、ね、海外の著名人、片っ端からペニシュラ止まるって。そうよ。そのペニシュラが怒ってくるってなったら、もう、いや、もう、ひとたまりもないよ。あれでしょ、もう、日本放送、引っ越してるでしょ。追い出されるのは日本放送だもんな。うわそうやな。うん、ペニシュラには勝てないもんな、絶対に。そうやな。苦情来たら。で、勝たれへん、勝たれへん、ペニシュラ。いや、まあ、でも最初これ、思い浮かばんな、思い浮かばないよね、だからよりやっぱり風呂掘りを最終回にしとくべき、うん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 、そうなんじゃない、やっぱり確かに風呂掘りの感想を喋るのがいいんじゃない最終回、あなるほど、うん、最終回に風呂掘りの感想、うん、この番組の最終イベント、この間武道館でやらせてもらってまあもう頭になっちゃうけれどもっつって、うん、今月末に風呂掘りの感想、いや本当に俺たちの言いたいことはそこで言ったからみたいな、あだから風呂掘りの道録というかその見ながら、ね、そうや俺あの時こうだよね、うん、でこの構成やっぱ 俺たちは、まあ、俺らのねわがままでこうなってお前なあ、ね、あのジェントルフォレストバンドのねいつも仲間たちにも来てもらって気のいいやつだよ、大嘘つく、もうな気のいいやつらに来てもらって、うん、じゃあ、副音声というか的な風呂掘りの、風呂掘りのなんか、まあ、ダメだしなんかいつものみんなに対するなんかうん、ちゃんと話そう今日。Rさん、漏らして黄ばんでるんじゃねえ。花粉だよ。で、韻を踏める言葉を一つ教えてくれませんか。小さじで2、3杯分じゃね。あ、多分だよ。クリーピーナッツのオールナイトニッポン。クリーピーナッツのRシテです。DJ 松永です。メール来てます。ラジオネームペコ、ゴーストスイーパー三上の最終回をまだ見ていないという話を先週されていましたが、うん、そうハイハイのオールナイトニッポンゼロの最終回ではそれまで番組内でずっといじっていた戦国自衛隊1549を見ながら放送していましたこの番組もゴーストスイーパー三上を見ながら最終回を放送するのはどうでしょう。ありか。確かに。R がね、かたくなに最終回を見ていないらしいですからね。そうやねな。好きなのに。そうね、見ちゃうとちょっとな。戦国自衛隊、やばいな。映画やろ映画やろ戦国自衛隊って。戦国自衛隊タイトルでもうなんか、B 級感やばい。でもね、クラシックっちゃクラシックっすよね、一応。そうなんですか。何やったっけな、なんかその、有名なんですか、なんか自衛隊が戦国時代にタイムスリップするっていう。いやいや、B 級じゃねえか。プロットだけで最高。最高や、めっちゃ B 級。自衛隊が戦国時代にタイムスリップする。絶対 B 級。おもろすぎるやろそれ見ながら放送したんか。やば。やばいなちょっとで、これ有名なんですかこれ。いや、めっちゃ有名、有名。マジ？めっちゃクラシック、確か。もうな見れてないんやけど。いやなるほどな。で、鬼のようにいじってたよ、見ながら。なんかその戦国自衛隊を見ながら鬼のようにいじるっていう最終回やったらしいよ。なんか。じゃあ、あれ、ありなんじゃないじゃん。スーパー三上見ながら。最終回見れてないって。あれ、最終回。うん。アニメ？ね、アニメの最終回は多分、その、連載時期の途中やったから、なんかその、なんか終わり感ないというか、はい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 、多分な、わからんけど、でも漫画はしっかり連載終了してるから、どうなんだ？
最終回。漫画を読んでないのか。漫画の最終回は一応ちょっとまだ置いてる。まあ、漫画か。じゃ、漫画、まあ、三上さんが一番な、この世で美人な人やからな。三上さん。三上さん、ゴーストスイーパー、三上の主人公、三上玲子な。その二十歳の、二十歳の敏腕ゴーストスイーパー。だから、敏腕ゴーストスイーパーじゃないの、わかんない。他のゴーストスイーパー知らないよ。いや、まあ、だからあれよ。いや、その、ゴーストスイーパー、敏腕ってなんだろう。まずさ、ゴーストスイーパーって、今日のオープニングから話してる、その、小池さんとかと同じ職業。要は、結界とか、そういうので、霊とか、花粉と戦うのが、ゴーストスイーパー小池まあ、だから、そう、まあ、ゴーストスイーパー小池よ。え、うん。あ、小池さんの先輩まあそうなるわな、世代的に言うと。世代的にその先輩かな。90年。まあ、だから呪術回戦とかも要はゴーストスイーパーとほぼ同じ内容。で、ゴーストスイーパーにインスパイア系、ゴーストスイーパーイン、三上インスパイア系漫画。ジローインスパイアみたいな。ジローインスパイア。三上インスパイア三上インスパイア漫画ってこと。まあいや、三上さん二十歳。三上さんはそうやね。一番綺麗、三上さん。うん、世界で一番、エロくて綺麗な人が三上玲子ですよね、ゴーストスイーパー、ね。俺見たことないんだよな。で、世界で、R の口からしか聞いてない。世界で一番可愛いのがおきぬちゃんっていう幽霊ね。うん。三上さんの横による。そう。三上藤子じゃない、三上さんから一番綺麗な。三上さん全然綺麗じゃないんだよ。お前、やばやばお前。いや、GS 三上でみんな、Google 検索してみ、クロス。もう、画風が古すぎる。いや、こいつマジで終わってる。そんなわけないや。古、いや、俺、これ、かわいい。もう無理かかるだろ、いや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 、もうその、それでノーボッキは無理よ。いや、お前は強がってるけど。これで、いや、ボッキ無理だろ。三上さん、すごいんやから。アニメ見てみ。えアニメの破壊力エグい。これいや、そうよ。そうよ。いや、一番セクシーやん。いや、これで無理やろ。一番セクシーやん。いや、無理だ。三上さんが。アニメの、アニメのお前オープニングし。まつげ髪の毛にかかってるよ。いや、そんぐらい、パッチリってことよ。目が。ありえない。おきぬちゃんはおきぬちゃん幽霊。え、この表紙おきぬちゃんいる、おるおる、その、水色の髪の毛の。青い髪の毛の。ああ、おきぬ、おきぬちゃんは一番いい子。いや、一番いい子。世界で一番いい子。バカじゃん。一番いい子が。いい子、おきぬちゃん。バカじゃん。そ、お前のいい子が、一番綺麗がさ、90年代の漫画で止まったってどういうことなんだよ。おかしいぞ、お前。現実見ろ、お前。風呂掘り。風呂掘り。早く、俺が余計な。ごめんなさい、俺が意味わからんこと。ああ、ほんとに。え、でも、そ、ね。すごかったよ、風呂掘り。いや、すごかったよ。マジで。なかなかったよ。あ、でも、何から振り返るのがいいんでしょうね、ってぐらい。すぎてさ。ね、いろんなことが。展開されてましたから、うん、本当になんか、まあ、もう全員が未開の地に足を踏みですよね。いや、ほんまに作り手全員が。そうだから、これはな、ほんまに何なのか、うん、その明文化できないまんまみんなやってたという感じはありますね。うん、ただ明らかにこう、うん、誰も到達したことないやばいことに、こうみんな磨けていってるけど、それが全然ぼやっとわかんないけどみたいな感じのやりながら作ってた感じ。ね、そう、でもなんか、なんかやってる、なんか、めっちゃ楽しいし、おもろいのは間違いないなと思いながらなんか。これは凄まじいことになる。やってた感じ。実みたいな感じ、ね。で、音楽のさ、そのパートもその、ジェントルさんたちとのあのね、あの、クリーピーと絡むとこも超気持ちよかったしな。すごいよな。あれだってリハで、あの、バーンって音合わせして、その、松山さんのスクラッチのパートがバチンって決まった時と結構みんな、おーってなりましたもんね、みんな。いやいや、俺で、普通にこう、てかもう普通に R やばすぎて、俺は普通に。マジで。いや、あの、ちょっと、R してって言うんですか急に。急に R してって言うんですかああ、ちょっと、やばすぎて。あ、彼が彼が。すごいな。だから俺、後ろで、ほぼ、てか俺ほぼ客だったんだけど、ちなみに黒堀は半分ぐらい。俺と佐久間さん後ろでほぼ、あの、ほぼずっと佐久間さんって言ったからさ、後ろで。聞いてて、すげえなーって言ったら、本当に、もう二人で、あるぜ、やべえなとか言って。すごすぎるな、みたいな。でも、今度演技も、まあ、ラップ回帰のところとかさ、あれは、やばいよね、あれ、マジで。あれ、まあ、完全に新しいしさ。確かに。いや、あれ、えぐいよ、マジで。まあ、あれといい、その、まあ、オープニングの曲。まあ、完全にジャズに乗った R さん。いや、だから。スキャットもやって。スキャットね。あれは、あれ俺の中では結構その、
なんか何個かやっぱそのやるにあたってこのハードルじゃないけど、うん、自分の中であってやっぱそのほらジャズっぽいののノリとやっぱラップというとさ、やっぱその、うんうん、我々の先輩にチンザドープネスさんという方がおるじゃないですか。ああ、そう。スーパーナンバーワンフリーキーが。そう、ああいうことできる人とかもおるから、はいはいはい、ちょっとやっぱその負けたくないなじゃないけどね、ちょっとやっぱその対抗心も出ちゃったりとか。いや、すごい、完全に物してたし。そう、スキャットって結構その、あね、スキャットする部分があるんですけど、うん、そのスキャットして、それをそのジェントルの皆さんが、ジェントルフォレスト、ジャズバンドの皆さんがバーッとこの、弾いてくれる、その言ったスキャットと演奏のコール&レスポンスみたいな。掛け合いみたいなね。掛け合いみたいな。で、それを楽器で、楽器でってくれるみたいな。掛け合いみたいなことね。ジャズも、もうリズム難しいじゃないですか。確かに。うん。完璧だったけどね。ああ、マジで。いや、まあ、あれは。いや、すごかったよ。てか、普通に、なんか、演技、むっちゃうまとか思ってシンプルに。演技むっちゃうまみたいな。ああ、いえいえ。演技むっちゃうまみたいな。だから、二人での、佐久間さんと一緒で、いや、もうやばすぎるな、みたいな感じで。てか、マジで、うん、もう R 自身、なんかもう、R 自身が気づいてない、本人が自覚してない才能まだあんじゃねみたいな話してる二人で。自覚してないで、本人が自覚してないんだけど、まだやったらこれめちゃくちゃできるみたいなやつとか。ああ、いや、どうじゃねえのみたいな感じで。まあでもなんか。やばかったよ。俺の感覚としては結構そのなんか、そら、もうその間近でやっぱその033とか、その吉住さんとかの。吉住さんね、やばすぎ、おもろすぎるやん。なんか。もう吉住さんやばすぎた。いや、ほんまなるべくそのなんか、邪魔しないように、そうか、頑張ろうかな、みたいな感じで。すごかったな。ちょっとおもろすぎたな。あんな間近、その、それこそ割と俺とか松田さんもめっちゃわかると思うけど、うん、その、素人目線で行くと、ああいうとこに放り込まれて、その、笑い我慢のするのすら、大変なぐらい間近でクソおもろいことをやられるけど、その、役柄上笑ったらあかんや。もうめっちゃおもろいのに。R が笑っちゃいけないポジションだもんね。めっちゃ。いや、俺はだいぶ落差してもらってるから。俺は、一応、松永でいていいじゃん。でも、R は完全に。いや、でも、それがすごいのよ。松永で折れるし、それで成立するのが、お前もまずすごい。いや、俺、できる、マジ、とてつもなく俺、練習もできないからさ。いや、ただ、やっぱ、俺がやっぱすごいなと思ったら、松永は松永で折るだけでちゃんとおもろいっていうのが、で、それを多分、お客さんもその状態やからこそ成立するというか、ありがたいですね。で、俺はある程度何かにこう、なんかそう何かをしないとダメな人間ではあるというか。いやいや、マジで、なんか、多分マジ、こう、ま、いろいろこう、ラップを日本にこう、日本にこう輸入してきた先輩とか、ラップの歌唱法でめっちゃボーンって、音楽シーンでバーンって売れた先輩とかいっぱいいるけど、うん、多分マジシンプルにラップの凄さをこう、いろんな人に一番伝える、多分もう現状あるじゃないと思った。マジで。いや、嬉しいな。じゃないマジで。ああ。いや、多分、マジで冷静に見て、いや、そうだなと思った。マジで一番ラップを知らない人たちに一番こう、ラップの凄さを提示してかましてんの。だって、あれってラップ会議できないでしょ、あれ。他は。無理でしょ、あれ。そう、どうなん、まあまあ、そうか。あれすごかったよ、マジで。いや、嬉しいね。なんかその、それこそ、まずその、ね、お話いただいて、大倉さんにこういうことやりたいって言われたときに、いや、俺自身もその、いけるこれみたいな。できんのかみたいな。で、多分それはもう全力で信頼してくれて投げてくれたんやろうな、みたいなのがあるし、なんか一個俺のハードルとしては、うん、その、それこそその、配信をその、やっぱね、その周りの人たちは褒めてくれても、そのラッパーがどう思うのかと思って、一応その梅田の奴らにも投げて、あ、そうなんだ。で、やっぱ俺の中ではその、結構、そのお笑いの中で扱われる、うん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 、でコントの中で扱われるラップっていうものとか、うんうん、ラッパーっていうもののほんまあのコントはその ギリのラインとかあれがちょっとでもラップがやわやとそうなっちゃうから、いやどのそれはすごい意識した絶妙、いやいやそれが完璧だった、ちゃんとうまいラップじゃないと、うん、しかもちゃんと聞き取れるし、あーね、普通のコントのお客さんが聞き取れ、あ聞き取れてたね、それはよかった、聞き取れてでラップがうまいは無理だよ他の人だと、いやそのバランスはすごい考えた、で、あと、まあ、語りとそのフローの行き来というかさ、うん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 、てかまああと普通に、まあ、言葉ちょろちょろいっすそもそもの歌詞とかさ、あ楽しみそうかな、
まあ、無理でしょう、あのやり方は。あれは演技しながらだし、あれ。ああ、そうね、そうなんだ。入って。まあ、その、まあ、メジャーデビューシナンとかもさ、うんまあ、ああいうとかいろいろ、どっちとかいろいろまあ、そうね、いろいろああいうのやってたから多分なんかできたなっていうのはあるっすよね。なんかその喋りトラップのその、このフェードインフェードアウトとか、そのなんか切り替わりみたいなのは意識してやってたから、なんかある程度対応できた部分はあんのかなみたいな。すごかったわ。思ったけど、でも、あれをしかもなんか、なんていうの、その、決まったビートの上で、あの、なんか自分一人でやるなら、なんかコントロールまだできるんすけど、そこにそのね、その、他の演者さんの会話と、もう、他の演者さんの会話と、ラップと、あと、バンドの演奏と、その、全部が合わない、ね、3つの不確定要素を合わせるという、なかなかスリリングなものやったんですよ。いや、あれすごいよ。だって、その、ね、あの、こう小説で、ビートのループのところで演技してるから、でも一応フレーズあるから、2小節ループだったのかな。そう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 。2小節、だから、あの、誰かが、ずれて、誰かがちょっと遅れて小説ずれると変な間が空くじゃん。そう。だから、あの、1日目は桜さんと吉住さん、2日目は桃本さんと吉住さんだったけど、全員完璧ね。ね、すごい。だよね。まあ、そう。ビートに乗って演技。その2人もすごいねんな。その3人ね。その。演技のマイクパス。あれは。が完璧。あれは痺れましたね。うん、でもその。痺れた。その、なんやろ、桜さんと吉住さんのやりとりが、めっちゃバッチリのと会話で終わってくれて、俺がラップ入れれる瞬間になった時に、なんかその、なんやろ、その、ほんまに、あの、ラッパーのクルーで、その、綺麗なマイク回し回った時みたいな、その、桃田さんと吉住さんの、ばばってやりとりとか、で、その、あの、桜さん、桃田さん、それぞれ二人だけでやりとりするとこもあるじゃないですか。うんうん、あれとかもほんまに、もうラップの掛け合いが決まる気持ちよさみたいな。そうだよね。いや、見ててもその感じ、でもパスが見事すぎる。あれは気持ちよかったですね。リズム完璧。だからなんか、お互い多分、微調整し合ってるというか、多分、その、桜さんも吉住さんも、桃田さんも、多分その、自分の中の尺で多分俺にパスしやすいとこで終わってくれてるとか、わかるんですよ。その、あの稽古とか通して本番行くと、あ、うわ、ここ待ってくれてるとか、あ、ここちょっとわざとゆっくり言ってくれてる、ありがとうございますで入れるみたいなとか。で、それにもバンドの人らもなんか俺がちょっと入りにくいとか、俺がもう急ぎで入りたいってところを多分なんか稽古の流れで掴んでくれてて、あ、お、R 歌い出すなで、そのバチンとその二小節さん頭に持ってくれたりとか、だから、すごいな。特にんで、あの、だからやっぱ本番終わって、まあ二日間ともめっちゃ綺麗に決まったから、で、やっぱ特にこの二日目はなんかその、うん、あの、あるパートがね、すごいその、俺がバーって畳みかけるラップの終わりと、演奏の、ちゃんと展開のある演奏の終わりが、バチンって一緒に揃って終わらなあかんところがありまして。そうね。そう、そこがね。すごいシビアだよね。ことやってるよね。そこは二日目、なんか一日目もめっちゃ綺麗やったんですけど、うん、その二日目も綺麗にバチンって収まって、それは結構ね、その、ほんまやったらその劇中やからその、やられへんけど、できればそのもうその場でバンドとハイタッチしたい。いや、そうだよな。だからすごい。ぐっと噛み締め全部終わって裏戻った時に、そのジェントルの皆さんとやっぱその、やっぱ拳突き合わすよね。やりましたね、みたいな。いや、そう決まりましたね。いや、すごい。いや、あれはそうだよな。あれはな。いや、すごかった、マジで。でも気持ちよかったっすね。あれは体験させてもらったのがね。ね。ゼロ、東京ゼロさん、マジで半端じゃないの、おもろすぎ。もう、なんかもう、一番最初の、本当に会議室の読み合わせの時からもうずっと面白いし、もう最初からもうなんかもう贅沢なもんをこう、間近でもう同居ゼロさんのコント見させてもらって、もうマジ幸せだなみたいな感じだったのに。なのにでも、毎回どんどん面白くなってくるじゃん。どんどん面白くなってくるのすごいよな。あれ、俺やっぱすげえと思ったのが、その、いや、もう本読みの段階で読んで、で、その一個やり終わったら、その大倉さんとそのゼロさんの皆さんが、うん、あそここうした方がいいからみたいな、あそこあのテンションでやってみようか、2回目やる。で、3回目やる。もうその全部聞いてるのが、で、しかもその場で火変えてとかじゃなくて、ちゃんと連続で同じコントを3回やってんだけど、3回目が一番おもろくなっていくと、やばすぎやろ、みたいな。すごいよな。ね、だってその場でさっき聞いてた話をもう一回聞くのに、うん、いや、そうなんだよね。ありえへんと思う。いや、マジ、何回見、
何回見ても面白いよな。なあ。ケイこれ何回見たか分かんないけど、新鮮に俺本番笑ってたもん。しかも初日と二日目、初日と二日目でまた二日目でまたその別の場所進化させてるみたいな。違うもんね。何これみたいな。めっちゃやばいし。面白かったな。いや、なんかな、しかも、てか、ゼラさんってマジでいい人たちだよね。めっちゃいい人たち。本当にマジでいい人だし、なんか本当に面白いし、てかめっちゃかっかっこいいな、この人たち。かっけかった。全員かっこよかった。かっこいい。なんか本当にオフの時から、うん、もうステージ上から終わったのもずっとかっこよかったわ。ね。マジで。かっこよかったな。本当にしも優しい、真剣に。でも俺なんかもう全然もうみんならしいっぱさね。いやいやいや。むちゃくちゃ優しいし、ずっと丁寧に向き合ってくださって、なんかもうなんか、いやら、本当に感動したね。東京さんが本当、かっこよさとか人柄とか、本当に。で、やっぱそのなんか、大倉先生ですよね。大倉さん、大倉さんやばいこと考えてたよなって思いましたよ、ね。すごい。なんかでも本当になんか台本上がってくる、もう台本読ん見ただけでもわ、すごい。おろかったもんな。いやこれは台本見たらこれはすごいことになる。マジすごいよな。ね、なんかもう大倉さんの頭の中でもう喋っただけでさ、なんかもう。頭の中でもうとんでもない絵が思い浮かんでんだなみたいな、伝わってきたよね。そう、この人の頭の中でできてんだなみたいな。ですごいのが。で多分そのなんか俺らに投げてくる結構やつとかも、うん、その俺ら投げた時点ではいや小倉さん結構これ無理あるかもとか無茶かもって思うんやけど、多分できるって信じてくれてる感じというか、で実際やってみてああできるわみたいな、うん、でできた時にすごいもんなってるっていうのがもう分かってはるっていうのがやばい、ね、すげー。やっぱその全員が合わせとこの完成図を描いてるんだなって感じだよね。そのバンドの人たちも俺もやっぱ全員持ち場が違って楽器も違うからあれだけど、これ難しいなってなったけど、みんなで頑張って合わせてやってみたら本当に大倉さんのやった通りやったら本当にとてもないことになったみたいな感じ。やばかったな、ね、気持ちよかったな、すごいな、正直な、ま、だからなんかこうすごい場面転換も多いし、全員持ち場が違うし、うん、コントも何本もあるからさ、全貌を把握したのだいぶ後じゃん。あ、そう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 、ね、ほんまに。なんか、ほんま、通し稽古ぐらい？通し、いやでも実際は。実質当日だよ。実質当日武道館で朝入って一回通しでやった時に、ああ、こういうことかってぐらい、やっと、ね、まあやっぱ舞台も全然違いますし。で、実際それでさ、ちゃんとこう、ストーリーというかさ、こう、繋がってるところとかさ、もう、あの、起承転結とかその物語が全部こう、ピシッとなって、うわ、すごい作品これみたいな感じ。で、なんか俺もやけど、俺は結構なんか、やりながら、お客さんの反応で、なんか、あの伏線が回収されていることにお客さんの反応で気づくみたいな。自分は言うたらその中にその、まあ、ある種没頭してその遂行してるだけやから、でもその遂行して何々さんって名前呼ばれただけでお客さんが笑う、あそうかさっきそれで出ててここに出てくるからかとか、なんかそのやってる最中にその本のヤバさに改めて気づくとか、そうもんで、で多分その登場人物って多分リアル現実やとそうやん、その、うん、ね、実際 あのそこでが伏線になってるなんてのはその登場人物はその時点では気づかんから、あ確かに、あ だからほんまにそうなんやって、だからあなんて言ったんやろ、ほんまそう、なんかいやそう、そういやでもほんとそう思うと、うん、ある完全に演技したってことだな、うん、マジちゃんと役を下ろしてマジで、でもやっぱ結構その大倉さん、やっぱりまあ当て書きというか、ある程度でもやっぱ俺の経験に即したことから持っていけるようにしてくれたんやなって、やっぱ全箇所がなんかあの経験したことある部分というか、やったなやっぱり、だからすごいリアルに感じれたというか、普通にやっぱあの売れてないラッパーというのを演じてたんですけど、やっぱ途中でほんまに悲しくなってきましたもん。その時の気持ちとか、そういえば全く同じようなこと言われたなとか、同じような状況になったなってなって。あれいい顔したなかも。本当に。あれほんまに何年か前にしてた顔やから。友達に心ないこと言われたりしてごらんってなってた顔やから。いやほんまな。でも、なんやろ。なんやろな、稽古で言われたこと、稽古では結構、ああ、そう、大倉さんとか飯塚さんとかに、いろいろ
アドバイスとかもらったり した、なんて言われたっけな。でも結構、なんやろう、うん。なんか、なんか気になるというか、俺自身もなんかいろいろその表情とか、うん、で言葉を付け足してやってみるけど、それが生意気なんじゃねえかって思ってしまって、うん、一回相談しに行ったことある。なんか、そうなんだ、ちょっと俺小賢しいことやってませんかみたいな。すいませんみたいな。いやでも全然多分思うように変えていっていいもんやからとか、アドバイスで言われたんですよ。なんかその自分の思う感覚で付け足していく。っていうので正解やと思うみたいなのとか。それは、それね、飯塚さんにの、それこそ、それまで多分間違わずにできることが最大ミッションやったから、はい、で、それができた時点でみんなで、ああ、できた今回、できましたねとかなってたんやけど、なんかもっと細かいところの微調整とかで前日とかになんか、うんうん、ここってちょっと小賢しいですかとか聞いたら、いや、全然もうやりすぎぐらいでいいみたいなとか言ってくれたりとか、その、いやでもやっぱ当日なって、笑い声でまた、変わるからとか、空気とか間がとか、あなるほどっていう。実際本当変わるほんまに変わったもん。1日目と2日目で、全然違う。全然違う。笑いが起きるところも、だから、うん、全然違う。あ、そう、笑い待ちなんてする経験初めてですよ、うん、そんな。でも、しかも、1日目と2日目でお客さんの笑うところが全然違うんですよ。で、1日目で受けたところが2回目で、そう。え？超静かみたいな。そう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 。で、1日目で受けてないところが2回目でめっちゃ盛り上がった。っていうのもあるんですよね。え？みたいな、わかんな、みたいな。で、初日。出てみないと、みたいな。初日は、割とね、俺ら登場して、バッてついたところで、歓声が上がって、そうそうそう、すごいなんか、あ、暖かいって、うん、思ってそっからやったんですけど、二日目は、その同じところで来なかったんですよ。そう。パーって変わってきて。行った時。静か。でも逆にそれは多分もう見るぞっていう世界観にお客さんも入ってくれてるってことではあるんやけど、実際その、昨日来たところで来ないっていう、あれを経験すると、やっばい、やばい。で、向かい合わせて俺と松永さんがその真ん中ステージおるから、多分松永さんも思ってたよ。俺も、やっ、やばい、やばい。あれれみたいな。でも逆に、もう、ゼロさんさんが来て、喋り出して、もう、ドーンみたいなから、あ、なるそういうことか、みたいなとか。ねえ、でも、もう、すごいよね。なんか、こう、お客さんの、やっぱ、雰囲気とか、その笑い、うん、場所が違うとか、そのお客さんの性質をこう、掴んで、また取り戻していく作業を、もう、ひたす、もう、そういう鍛錬をめちゃくちゃ積んでたから、なんかもう、こう、相手とかも話してて、さあ、なんかこう、やっぱすごい勉強になるよね。勉強になるっすね。へぇーみたいな。そう、普通にやっぱ同じ舞台とか板に立つ人間としてもう学ぶとこばっかりというか、ねえ、なんや、ほんとに。だって033、その、まあ、もうなんか、なんか投資でやってみて、で、じゃあ5分休憩挟みましょうって言ったら、うん、その、おのおのその、ゼロ三三はその三人ともそれこそなんか台本見てこうセリフちょっと一文字とか二言とか直したりとかその言い方の調整とかを三人でしてたりとかあそこやろうよみたいな、うん、休憩ちゃうやん全然っていうねえすごいよなうんそうたぶんタバコ吸いに行かへんやん誰もでトイレも行かんしみたいなその合間で調整してみたいなすげえなんかななんかすごいなと思ってなんかでそれをその飯塚さんに昨日チラッとその打ち上げでその話したらなんかあそうか打ち上げあそうそうそうあってで俺はそうかそのままちょっとキロについてしまってみたんですか行ってでも行ってそこでそのなんかいやあの合間ですぐあれ休憩じゃなく調整に入んのとかもすごいっすねって話したらいや別に偉くもなんともないんだよみたいな不安なんだよやんなきゃみたいなっていうかまあまあそ楽しいからねみたいないやー一番それが最強なすげえ いやでもそれが本当マジ触ってきたからかっこよかったんだよなかっこよかったなしかもなんかその言うたらそのしかもなんかそのすごい信頼して、ま、持ち場を任せてくれてるラップ歌劇のとことかになると、うん、もうなんかもう、バーってその前のコント終わった、その、ゼロさんさんたちが、こう、ちょっとその衣装をこう、ボタン外しながら、こう、バーって歩いてくる飯塚さんが、その、振り向きざまに俺の背中にバーンってやってくれるのとか、なんか、やばい、超かっこいいチームの一員におるみたいな。いや、すごい。マジかよ、みたいな。ちょっと、平子さんとはわけが違う。かました、か
ました後にそのかましで集まってそのキャラのまま俺らに話し続ける先月の平子さんと先あの前の平子さんそう平子さんはやっぱそのあのなんていうかなそのインチキそうね、うん、ペテンシー、あのだってそう、ほんまは背中で見せんねやけど、その自分の背中を見てくれって言葉で言ってくるタイプの。でも、あの人は、そういう、そういったインチキのプロ中のプロという、また入り組んだかっこよさではある。まだあれはあれでかっこいい。インチキプロ。そう、そう。で、それを。インチキを徹底したプロ。という、めちゃくちゃ入り組んだ、めっちゃかっこいいんやけど。そうなんだよ。そうやな。それまた違った種類のかっこよさやな。種類が違う。おもろかったなとか、全然違う。やっぱ、平子さんはそのまんまで、で、最後も、面白い話として俺たちに提供してくれるというかっこよさで。ね、で、ゼロサンさんたちはその、もう役が終わったら次は君たちの番だぞってパッとパスしてくれるという、またスマートなかっこよさというかね。すごい。しかもさ、なんか本当に俺みたいなものにも、なんか、ちょっとの手間のところもさ、もう、あ、こう、で本番前にアドバイスもらって、あ、まあもう本番っていうかもう本当稽古の時からもうやって、うんうん、で、一回やって、いや、よかったよとか言って。すっごい本当に丁寧な人たちというか、もうアドバイスやる前にアドバイスもらって終わったらあそこがあ本当によかったじゃんってです終わったと褒めてくれるみたいな、いえなんかもうなんかもうなんか部下になりたいと思った、あいやわかる、東京ゼロさんの俺部下になりたいと思う、わかるめっちゃ一生ついてきたいと思う、いやその感じのあるよね、俺がさ、うんコントやってたらさ、東京ゼロさんの後輩に絶対なりたいもん。絶対なりたい。絶対なりたいもん。ついてきたもん。だってやっぱその、なんやろな、もう稽古重ねたり、まあまあ、それは当然なんかもしらんけど、やっぱ稽古重ねたり、本番になったりとか、するたんびにやっぱゼロさんさんの顔を見るだけで安心するというか、もう、あ、もうこの人たちがおるんやったら大丈夫やって思えてくるし。本当にね。すごいよな。東京ゼロさんの偉大さ、本当に、なんかもう、その、板に立つ人間としても、うん、その板降りた時の普通の人間としてのもう3人ともいや本当に立派ななんて立派な人たちなんだと思って、ねね、いや本当に俺同じ安心感というかそのそれまた違うかもしれんけど似た安心感はやっぱり吉住さんにも感じたな、なんかその吉住さんとの場面が何個かあったんやけどもう吉住さんの行く方向についていきゃ全然何とでもしてくれるっていうすごいな吉住さんマジすごいおもろすぎたよな面白すぎるマジで吉住さんすごかったなマジな何なのすごかったのかっこよかったよねかっこよかった面白すぎめっちゃかっこよかったなんかあれなんかブースでさ、うん、もう間近のなんか目の前にってさ演技されても笑わないに無理だよ、ね、いや無理やんなあれこらへん強制的に笑うよねあんなもうすごいよなマジで面白すぎるよないやすごいわすごかったもうさくらさんとモーさんもプロだったなすごいすごいな二人とも別のベクトルの凄さがあったなあそうそうそこがまたやばいよなでさしかも役柄同じはずじゃんそう同じなのにあの、二人とも本人のスペシャルな当て書きに見えるっていう。わかる。いや、それがすごかった。でも一日目は桜さんの当て書き、うん、もうほんと桜さんって言ったら、うわ、すげえってなって、二日目の同じ役からの、うわ、モーツさんの当て書きに見えるっていう、この凄さ。だから俺、やっぱ、みたいな。二日やって、同じその役柄とその絡むシーンやってて、やっぱり全然違うコートの、そういうシーンになってるんやなっていうのがすごい。すごいよな。すごいな。別のベクトルのなんかなそのなんていうのな凄さっていうか、ね、同じ役を下ろしてるはずなのに全然違ったよな違う近くていやすごかったなもうまたオードリーすごいねオードリーってマジあれバカみたいけどマジ面白いないマジ面白いマジでおちょっとで二人とも別じゃんあの一日目若林さん二、うん、人目春日さんで別だけどさあれ本当にスター二人が組んでんなと思った。すごかったな。いや、もう完全に二人とも真逆なスターが組んでんなの、うん。もう別の道の極めてる達人が、
すごい、一日マジで若林さんもう鬼じゃん、あれ。鬼やったな。あれもう、若林祭りじゃん。そう、あと俺、あの時、その若林さんが最後出てきて全員を書き回すんだけど。しかも若林さんの全部アドリブで全員書き乱すっていう。マジやばいよな、あのフリースタイル具合。フリースタイル具合、エグすぎ。そう、うちないです。ないないない。で、フリースタイルで書き回しながら、その、風呂掘りのその3時間半コントであったようなフレーズとか内容を、その、ちょいちょい挟んでくる。挟む。すごい。だってさ、大倉さんのさ、もう、で、もう全員書き上げて、もうバッチバチの台本、うん、で、全員、もう、流れすごいじゃん。うん、もうゼロさんとか、皆さん、なんか完璧に終わりきったで、最後の鳥なんてさ、もう、とんでもないところ出てくるじゃん。で、そこをさ、即興でやって全部回収して、爆笑して帰ってくる。どういうことなの、マジで。あん時は、でも、俺やっぱ個人的に相方としてめっちゃおもろかったのが、やっぱその、うん、若林さん出てきた若林さんの横の松永さんの顔が最高やった。あれ言っとってくださいよ、みたいな顔で。最高。いや、でもめっちゃ面白かった、それが。おもろこいつと思って、その、なんやけど、その、もちろん今までのリスペクトとか、その関係値もあるからよりなんやけど、なんかその、で、それで松永さんはその、それであるべき場所やったんやんか。だからめっちゃおもろと思って、その、あの感想が、若林は松永のモンスターペアだって。違う。結構つぶやいてる人は確かにと思って。俺のモンスターペアだとか最後に現れて。おもろかった。ほんと、すごい。あそこもさ、大倉さんも俺に、本当にいるだけでいいんだよ、みたいな感じだった。でもほんまいるだけでおもろかった。面白くなった。さんが。やばーと。あれすごかった。マジで。しかもやっぱ、その若林さんに引き出されて松永さんもその中、なんやろ、その、033さんにより失礼なこと言ってる。あれ面白かったな。あれすごかったな。よかったわ。あれすごい。あれ本番一発のドンのならではの。な。だよね、あの流れ。いや、そうやな、そうやな。でもなおかつそれをあれで完璧に全部。回収して最後にバチンでハマるのを持ってくるの。すごすぎて。で、春日さんもな。すごいわ。あった、春日さん。マジで。なんか、あれ、なんか、最後、なんかあの、ジェントルフォレストバンドの皆さんの前でバンって春日さん立って、まあ、照明ついてなくて暗がりの中で立っててさ、立ってるだけでマジで面白かった。ちょっとおもろかったな。あれ見てもらわないと分かんないんだけど。そうそう、見てもらわんとだめ。異常に面白いんだよ。フォルムからなんか影の当たり方から全部がもうその、完璧。そんなことある？マジでコメディアン。ありえへんよな、そのもう。存在がもう。いるだけで面白いっていう。いや、マジで面白かった。本当に。何なのマジで。いや全部最後に持ってけるの何あれ。すげえ。二人とも。とんでもない腕力してるよね。すっごい腕力。本当に。いや、だからオードリーは本当にすごい二人が組んでんなと思った。本当に、こう、一人でさ、こう、一人の存在だけでさ、もう、てっぺんみたいな人だっていうか、それ組んでんだなとか思っちゃった。かっこよかった。で、あ、終わった後ですよ。いや、でも打ち上げで正直やっぱその、大倉さんも、03さんも、そのジェントルの皆さんも、その、全員、なんか、やっぱね、その、正直あれだこんことやった打ち上げやからやっぱ、いや、俺らかましたな、みたいな感じ、その多幸感に包まれてて、まあ、普段あんまそういうことその、チーム内では やったりせんけど、梅田奴らともあんまやらんけど、その、ジェントルの皆さんとその、拳を合わせたり、なんか、大倉さんとなんか、まあ、正直かましましたねとかって握手したりまあ、正直かましたんですよ。いや、まあまあまあ、それは言わせてくださいよという感じの、楽しさでしたね。なんか、あとやっぱそこを、なんやろ、全体を、ある種、本人役ではあるけど、俯瞰しながら、随所に実は、コントロールしていってる佐久間さんとかもやばかったなぁ。本当はね。分かった。いや、春日さんの時の佐久間さんとかやばかった。最高だった。最高だったよね。あそこで。すごいよなぁ。あそこで。いや、あれは佐久間さんしかできないよね。あれできんよな。できない。で、あそこで、な、もう見てる人もおるから、吉住さんをっていうその采配も。いや、すごい。いや、でも、すごいわ。もう、多分、全員、やっぱ、満場一で吉住さんすごいって、待ってるじゃん。もう、一日目からさ、会場で全員吉住さんやばいで、で、もう、1日目の評判。うん。こう、いろんな人が感想を詰めても、もう全員吉田で食らってる。なで、2日目も、もう、
ちゃんと申請で全員吉住さんに食らって。で、それを最後、佐久間さんがもうちゃんともうゴール決めれるのがちゃんと、もう、うん、うわ、あれよ、やばかったわ。本当に。あれはすごい。ゴールは吉住さんって。あれいや、もうみんな納得のあの、すごいな。お前がね、かん、で、もうあんな、さ、すごいところをさ、無茶振りされて、完璧に落とす吉住さんっていうな。かっこよすぎやろ。かっこよすぎた。えぐかった。マジでね、佐久間さんもねこのラジオにいろいろこういろいろ重ね、まあ見てもらういやさけどもいろいろ、まあ、見てもらってもいいか重なね重なるそうというのを、ね、だそこが俺は ね結構 やりながらそのやりながら何回かその危ない瞬間そのなんかその入り込んどかなあかんのにそっから外れてその、あの、巣に戻っちゃいそうなというのが何箇所かありまして、またそれはその、おもろすぎて笑ってまいそうな瞬間と、ラップ歌劇のあまりに売れてない頃の自分と重なりすぎて、ほんまに泣きそうなる瞬間と、でも最後のその、佐久間さん、松永さんのやりとりから、オードリーのお二人が来て、の流れがな。の流れがね。で、マジでね。で、二日目のその、ね、ポロッと佐久間さんが、本音言って、で、その後の俺、松永さんの反応もやばかって、マジで。佐久間さんがある、ね、熱い言葉を俺らの、うん、そのラジオに対してかけてくれた松永さんの反応が、マジで食らってる時の松永さんの、あー、ねえ。それを、なんか、いや、どうすとかじゃなく、あー、ねえ、とか、その感じが、俺余計来て、いい加減にしろ、みたいな。今から俺歌うねんぞ、確かに。待ってくれよ、みたいな。ちょっと、ちょっと今から歌いますから、ちょっと待ってくださいよという感じのね。ちょっと歌えなくなりそうなぐらい。いや、もう、くずぐらいまし。まあね、R もすごい、本当に役になったり。そうね。本人として、普通にクリーピーナッツと R として歌ったりも、往復がすごかったもんね。あ、確かにね、行ったり来たりは結構ね、しましたね。いやね、いや、すごかったな、楽しかった。本当にあのイベントをこの番組の最後のなんか、うん、総決算に本当にしたいな。したいな。なってんじゃん。なってんじゃない。なってたな。なったよな。なりましたね。なりましたね。いやー、ほんま素晴らしい。なんか、なんやろな。楽しませてもらったし、なんかかっこいいチームの一員って気もして、なんか嬉しかったし、熱くもさせてもらったし。なんかもう本当に、なんかもう共演者の人にもうリスペクトが止まらないですよ、俺は。全員超かっけえと思いながらやってた。すごい。本当にすごいと思って。ほんますごかった。いや、もう本当に、俺本当楽だった。もう異常に楽だった。もうこんなこと言うけど、俺実は稽古ほぼ行ってないからね。実は。ほぼ行ってないんですよ。ほぼ行ってないの。いや、これ衝撃のあれだけど、行ってないんですよ。うん、で、あの、稽古の様子とか、あの、うんうんうん、あの、オフィシャルツイッターが言う、言うな、冷めるから。いや、でも、急に、でも、前は、でも、家で作り物があったやろ。そう、いろんな音楽素材かな。まあ、まあ、あったですよね。あるんですから、斧の役割が。本当に、もう、すごい。うん。本当に。いや、ね、やったけどね、しっかりやりました。やるよね。やったっす。俺も焼きが回ったな。何気にすることはね。身から出たサビってとこよ。タバコあるか。なあ、最後に聞かせてくれよ。ああ、間違いねえや。クリーピーナッツのオールナイトニッポン。クリーピーナッツのアルシテです。 DJ 松永です。ラジオネームサークルサークル、うん、なんでこんなに熱い話ができるのに松永さん打ち上げ出なかったの？本当だね。打ち上げでするような話してた今。お前な。いや、マジ、俺、打ち上げを、受け、どん、受け、見てみた？ほぼ全員。いや、でも、びっくり。俺も、その、俺らさ、帰って、疲れたから帰って寝てるのかと思った。で、クリーピーテンションで考えると、俺ら全く打ち上げせんやん。打ち上げせん。ライブ終わった後、いつもどの現場でもホテル直帰、家直帰だもん。どんなでかい現場の後も。で、結構、
そうそう、ね、埼玉すばりの後も当然。で、どんな地方行ってもで、結構ヒップホップ現場、その俺の仲間の梅田サイファーで考えてもあんませんのよ。うん、キモイベも直近ですよ。当たり前ですよ。そんなもんつってもた。いや、でもそうなんですよ。全員直近。で、福田さんラジオで途中でいなり抜けたりするからね。だから、その感じ。そんぐらい。途中は、いつだっけ何やってんの初回サンプレゼントか。まあ、そう一応ですからね。仕事がある。じゃあ、売れで、その感覚があるから、俺も、まあ、とりあえず、で、まあ、結構大変やったから、まあ、もう終わってかなと思ってたけど、まあ、やっぱり、なんやろな、その、すごいなんか、こう、ホクホクしてたから、俺は結構すぐ喋りたかったんですよ、終わった後、皆さんと。はいはいはい、だから、その感じもあったから、行ってみたら、結構、もう、ほぼほぼ皆さんいらっしゃって、で、だからさ、今、言ってた松永さんの話とかも、もう昨日には持ってこいよそんなもん超みんな熱い寝てたわであそこにアルコール入ってやからもうやばいねうんもうね熱かったよねへえ打ち上げ、うん、ゼロサンさんもいてそうみんな結構おったなその春日さんもいはったかな、もちろん吉住さんもいて、うん、ねさくらさんも初日ではあったけど、二日目も見に来てくださった。そうだ、桜さん来てくださった。来てくださった。で、ジェントルの皆さんとか、そのダンサーの皆さんとかも。へぇうんうんうん。わ、そん、言うじゃんか、武道館二日終わった後の打ち上げでやばそうだな。やばかった。もう全部、もう、それ熱いわな。しかもあの後だもん。もうやってやった。まあ、あれすごい。そうやね。でもね、かましたもんな。そうね。いや、まあ確かにな。その長期のプロジェクト。うん普段はないもんね、その音楽ではないもんね、ライブとかではないよね。うそのこういうその長期でこう、なんか同じ稽古ずっとやってみんなで作ってって本番ドンってないもんね、音楽とかああいうのね。じゃあ、キモイベと本当訳があって。現地集合、現地解散のキモイベとは、わ、やっぱ訳が、まあな、訳が違いますね。そうね。あ、どうなのこの番組の最終回だと打ち上げあんの打ち上げ。しよっか。シャオしたい。打ち上げ、でも、ちょっとした。一回もやったことないですよ。この番組関連の何かを。飯食いに行ったこともない。決起集会も打ち上げも何もなし。ね、福田さんともみんなでこう飯食いに。ほんまにここで会うだけ。うん、こことかイベントで会うだけ。いや、もう行こうぜ。ついに。ついに？うん。まあ、ありえるか。ついに行こうぜ。うんうん、でその飲み会のの話も出たことない。のも出たことない。の字も出たことない。だって、行って熱い話しようぜ。ありやな。いや、でも、なんで気をつけないしようぜ。でも、意外とよ、意外とその熱い話できる人もおれば、そのなんか、イフの念がすごすぎて、俺、そう、うん、吉住さんにも俺言いたかったし、うん、ゆっくり喋りたかったんけど、うん、で、こう、最初は隣に座ってたんやけど、その、うん、なんか、だから、すごかったやん。それすぎて俺緊張して喋られへんから、なんか。いやー、まあそうだもんな。そうそう、もう、緊張もう、なんやろな。神々しいを超えて、もう、まがまがしい。まがまがしい。その、超えるとまがまがしいだ。コントの怪物そのなんか、面白の怪物のそのオーラがすごすぎて、ね、恐れ多くて、その、うん、もっとその、あそこあれでしたね、楽しかったですねって言いたかったんですけど、なんか、いやー、お前、あ、そうした、ぐらいしか言いやだからマジで下手したら俺の方が吉住さんと喋ってた可能性いや可能性あるよ全然本番前の普通にってかもう結構気さくにね喋ってくださってね、うん、俺本当リハとかでぼーっとして段取り分かんないからぼーっとしてゼロ三のコント見ながらヘラヘラ笑ってたら吉住さんがまさかあつやちです吉住さんに誘導案内してくれた誘導してもらって助かるよいやねでもあの日結構だからそれこそその初日二日目と痛風で結構そのあ大変なのよ、ね、そうもう起きた瞬間に痛かったんやけどよくやりきったねそうでもまあもちろんねそうそうノンアルでやっぱ痛風ですからノンアル痛風だもんね意味分からへんよなノンアル痛風本当に説明が難しい説明ノンえ痛風よく飲むんですから飲まない飲まないなんでですかなんでですかなんでですかね分かんないよな分かんないそれに関してはいやでも打ち上げではさすがになんか熱なっててやっぱそのいただいたその一杯だけそのシャンパンの方を皆さんと乾杯していただいてそうか、うん、
無事キャサ大爆発ね、また。あ、それはでも、この大爆発はもう、え、甘んじてよ。甘んじてよ。そう、なんていうの、その朝起きて、その初日、二日目のやつは、うん、当日に来てくれんじゃねえか、通風ちゃんよと、うんうん。ありがとな、面白くしてくれて。いらっしゃい。いらっしゃいと、ドラマ一個乗っけてくれてありがとうさん。うん、で、それが初日二日目、うん。で、今朝のやつはなんか、うん、もう、一定、と同じぐらいなんか気持ちいいみたいな、この、なんかその、筋肉痛、筋肉痛みたいな感じで、気持ちのいい筋肉、左足もうビキンってのを気持ちいいこれが達成感みたいな。この痛みありがとういや、お前痛風慣れすぎだって。いや、待ってから。マジどんどん声が上がってますね、線のところが。ちょっと裏返りかかってましたけど。これ以上行くと声飛んじゃうかもしれない、ね。いつも通りいいんですからね、そこも。はい。さあ、太陽生命保険はですね、はい、お客様の元気をサポートする生命保険会社。はい。うん、太陽生命では、うん、男性育児休業の取得率が7年連続 100% で、管理職の方も取得している。うん。厚生労働省の調査によると、2021年の男性の育児休業取得率は 13.97% ということです。はい。はい、そんな太陽生命もっと多くの人に知ってほしいという依頼を受けてこんな企画をお届けします。太陽生命ラップで超有名、うん、イエイ。そういうことでございます。太陽生命の社名を覚えてもらうべく、僕らのラップネタをモチーフに、タタタタ、タタタタ、太陽生命のフレーズに続く、太陽や生命、保険、元気、長生きなどをテーマにしたラップを考えてもらっています。ということです。はい。はい。たくさんメール来てるみたいなんで。いや、すごいですよね。はい。ありがたいですね。じゃあ、高木さん、はい、じゃあ、早速発表してみますか。いいですか、いきますね。はい、愛知県、ラジオネーム、たまごちゃん。うん。タタ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 太陽生命入ろうよ保険踊ろう太極拳やい。なんだこいつ。ああ、はい、綺麗に入りますね。踊ろう太極拳できましたね、うん、太極拳踊るもんじゃないですもんね、まずね。いやでもその中国ではダンスっていうか体操的なことですかね、うん、はい、新しいジャンルですね。逆に健康にもいいっていうことで、うん、やっぱ保険、生命保険にもやっぱリンクしてるっていう。これだいぶクオリティ高いんじゃないですか。これすごいですね、うんうん、はい、ちゃんと意味合いも理解した上で、うん、ちゃんと韻も踏んでるっていう、うん、これはジョイマンだね。あら、合格ですか。これジョイマンだね。これは素晴らしい。卵ちゃん、高木さんからしても合格。うん、これはこれ、え、直すところない。もう直すところない。もうこれ、この企画もう終わります。いやいやいや、企画じゃないんですよこれ別に。あの、毎日やるんで。トップが出ちゃった、ね、トップが出てる。いや、まだまだいっぱいありますからね。まだいっぱい。はい、まあこんな感じで太陽生命ラップを送ってきてください。お願いします。え、メールは taiyo@allnightnippon.com、taiyo@allnightnippon.com、たくさんのラップをお待ちしております。よろしく一軸。さあ、そして3月は就活がスタートする時期ということで、就活生の皆さんもぜひ太陽生命を調べてみてください。それではまた明日。ジョイマンでした。クリーピーナッツのオールナイトニッポン。クリピーナッツアルシェです。DJ 松山です。ラジオネームサッチェル。オールナイトニッポンの最終回に関するメールを全然読まないけど、オールナイトニッポンです。オールナイトニッポンって、サップラザ中野以外終わってないの？無限に増えすぎる。怖っ！怖っ！増殖？増殖してんの？クリティカルです、これは。はい、これはクリティカル。これはクリティカルです。これはありがとうございます。え、5個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 あげる。5個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 あげる。なんかすごいね、まだ8個余ったんだよ。確かに5個あげます。5個あげます。やばすぎたんで。詰め合わせパック。もうガチクリティカルやったから。今のは。パチーってこう入ったから。俺の不要ペントで5個あげますね。すいやー、ありがとう。うわ、これは、これはすごい。これクリティカルです。これクリティカルですね。ごめん、ごめんね。また時間あるときちょっと、ちょっと今、風呂掘りがね、ちょっと話しすぎて。また来週とか、ね。また来週とかに最終回の話をね。できたら。しちゃいましょうよ、ということでね。で、あの、風呂掘りで言うとさ、さっきもその、痛風が出たって言ったけど、はい、でも実際、うん、本番とかなってくると、もう水飲みまくって、うん、トイレ行きまくって排出するから、まあ、マシにはなってくるわけです。ほんで、まあ、やっぱ、本番中は、うん、もう、ドバドバアドレナリンが出てるから、痛みを感じないわけですよね。
だからなんとかそのやばいと思いながらも、うん、全然そのなんとかな本番中はもう何やったらスキップ飛び跳ねてたりしてたん俺。よし、めちゃくちゃ。全然余裕な。すごいな。もう出ちゃってるからもう。痛みが全く感じない状態。本番ってすごいな。本番ってやばいんですよ、だから。やば。で、それがあったんやけど、もう一個そのなんか二日目で、うん、あのミッションがありまして、うん、あの二日目家族とかの奥さん来てたわけですよ。あ、この木さん？そうそうそう、見に来ててね、見に来て。あらまずもうまあ、ここだけの話だけど、ほら、奥さん妊娠してるやんか。だから、ちょっとあんまそれも見えへんように、その、ちょっと待って。関係者席におるし、他の人にもあんま見られへんように。ここで言うんですか？いや、俺は知ってたけど。あんまな。違う違う話だけど。めちゃくちゃ流れほら、だから、その、なんか、そのミッションとして。え、こんな、こんな、あんま誰にも言うてないからさ。いや、俺言わないようにして。大事な人にしかまだ言うてないから。いや、じゃブースの向こうがびっくりしてる。びっくりしてるって。まだそう、大事な人にしか。俺知ってたけど、今の言ったことでびっくりしてる。だから、その、あんまな、その、言うても他のお客さんもおるし、で、まあ、奥さんも顔割れてるから、その関係者式で見られて、あーとか言われても、ね、まあ、ちょっとお腹とかさ、出てるから、そう見られてなんか、ネットで書かれたりとかしたい。あれやん、嫌やん。そうだね。だからほんまここだけの話してほしいんやけど、だからその、ちょっとあんまりね、目立たないような服とかを、なんか、着てきてもらって、ちょっと会場内であれやか、厚着でちょっと着てもらって、だからその、それとか今ってすごいすぐにな、ニュースにされたり拡散されたりするから、あんま、全員がカメラ持ってるな。そう、だからほんまにマジでここだけの話しやん。無理がある。無理がある。もうちょいでネットニュースになるんじゃん。さすがに。さすがにもうで、さすがに。音になるねんな、俺ね。やばいよ。本当だ。おめでとうございます。いや、ありがとうございます。Rして、音になります。ありがとうございます。おめでとうございます。いや、だから、おめでとう。1日か2日なんか、俺は移動のタイミングで、俺移動のタイミングで聞かれへんかってんけど、そのパートは。なんか、あれやろ？ラジオパートで佐久間さんと松永さんのその会話で、なんか佐久間さんがなんか、R の顔つきが、みたいな、その、守るもんできてとか言ってたっていうのを俺、誰かから聞いてんけど、そんなんが言ってなかった別に。あ、言った。やろ？俺、佐久間さんには話してないのに、なんで知って、でも、それ、そういう意味じゃない？普通に奥さんがってこと？もう、だから俺それ聞いて。いやいや、ごめんごめん。あれ、両方でもない。何？いや、守るものができてて。いや、で、あれ、普通に役柄に対して二人で喋ってた。あ、何や？いや、もう、焦った。焦った。焦った。佐久間さん。いや、あれ。焦った。あれ。コントだぞ、お前。焦った。いや、あれ、今回ね、コント。マジで。誰がゲロったか、マジで。犯人さん。いや、佐久間さんも今、びっくり。そういう意味じゃねえ。そういう意味じゃねえ。俺、もう、どっからが現実で、どっからがこう。俺と佐久間さんパートで、ある人が言われてるのかと思う。俺ずっとダークさんと MC 地獄だから。俺と。ああ、そういうことか。当たり前だろ。ああ、危ねえ。お前はずっと役だったじゃないか。ほんで、あれか、地獄が売れて守るものができたからって。ああ、ない。そう。なんで釣れなくなってって。何？いや、それ当たり前だろ。焦った。当たり前だ。あれはコント。あれだ。あれコント。コントライブなんですよ、あれ。あ、そうか。それコントライブなの、あれ。あれ、俺が音になるの、ほんま。あれ、それコント。どっちあの、本当に音になるの。あ、そっちは本当。俺、去年から知ってるから。お前、音になる。クリーピーナッツのオールナイトニッポン。この番組は、UACJ。ワンカップ大関、種の滝、エイブル、ブルボン、下花物流、日本電気ガラス、ボートレース振興会、ガチャガチャの森、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りしました。クリーピーナッツのオールナイトニッポンはそろそろお別れの時間です。ラジオネーム3タイガー。このサプライズ最終回に撮っておかなくてよかったの？あー、びっくりした。あー、最初、あー。絶対それや。絶対マジ何やってんねん。マジで最終回やることなかったもん。いやいや、ほんまや。あー、もうなくなった最終回。もうない。確かそうやったな。いや、ミスったかも。いや、だってさ、いや、違うね。そう、
そのあれが番組最終回と最終回と子供できんのかその番組と関係あったらいいけど、まあ、関係ないんじゃないからな。そうだね。そうそうそう。そうなんだよね。そうやねんな。子供ができたと番組はなんか関係ないから別に最終回で言うことでもないな。確かに。また関係かっそういうことね。そうやねんな。ラジオネームニュージーランド。R、本当にオールナイトニッポン好きなのかバカにしてんのか大事に思ってんのかわけわからん。あ、確かわけわからんか、意味不明やもんな。確か発表の仕方としてはいやーでもいやよかったね。いや俺は、まあね、私は嬉しいですよ。いやーそう、とっても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 あの私は幸せな気持ちになってます。感慨深い。いやー本当にもうハッピーで、いや嬉しいですよ。想像できない。シンプルに相方として友人として、あれ、いや嬉しいし楽しみだし。いやほんまにどうなんの、なんでどうしたらいいの、どうする、音でどうしたらいいの、音でどうする、どうする、どうしたらいいの、何が正解なの。で俺、まあ、まあ俺も調べてみるわ。ちょっと俺もちょっと一回ウィキで、うん、調べ、ウィキで音調べて、うん、知恵袋、ヤフー知恵袋で音って調べて、うん、そうだね、どうすればいい。オッケーオッケーオッケー。じゃあ俺もじゃあ出産もう俺行こうか。もう行こう。俺もうん、何が、うん、立ち会い、うん、なんてお前行くか。いやでもあれ、まあそういうのもありか。うん、じゃあ俺も行こう。そうだから最終、うん、本当最終回、最終回に立ち会い、最終回はどういうことや。最終回がその立ち会い。いやまだ全然先やねん。最終回、全然先の話やねんけど。あ、もうでも立ち会うわ。まあそうね、うん、立ち会い、立ち会い行って、うん、そう、最初俺がこう抱っこすんの。はぁ、いやいやいや俺やから。それは意味わからん。最初それは意味わからん。最後出す。でも絶対わ、お前全部横取りするやん。絶対渡すから。大倉さんのアイディアも俺の子供も全部横取りするやん。俺が最初抱っこして、なんだそれ、渡すから。あかんかん、俺横取りすんな。最終的に渡す。